会物語。今回も一緒に番組を進行してもらうのは弁護士で作家の牛島真さんです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。さて牛島さん、前回は幻冬舎の見城徹さんをお迎えしてお話を伺いましたが、視聴者の方からこんな投稿をいただいています。段階物語は大人が見る番組ですね。なかなか最後まで見続けられるテレビがない中、知的好奇心を満足させてくれます。見城さんをゲストに迎えた回は牛島さんとの石原慎太郎仲良し自慢競いで楽しかったですということなんですが、嬉しいですね。いや、自慢競いなんてとても見城さんとはできません。見城さんがはるかに上ですけれども、でも面白かったと見てくださった方がいらしたら大変嬉しいです、ね、石原さんと親しいお二人だからこそのお話を聞けたというふうに思っています。それはその通りだと思います。さてこの番組では団塊の世代が歩んできたこれまでを振り返りながら、これからの日本のために団塊の世代に何ができるのか、また何を残すべきなのか、皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。そして今回も素敵なゲストをお迎えしています。今回はですね、資生堂会長 CEO でいらっしゃる魚谷正彦さんにお願いいたしました、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。魚谷さんは大変背の高い方 で、はい、で背の高い方というのは自信にあふれていて、うん、そして異性にも大変好意を持たれる、はあ、そしてリーダーになることが多いと本に書いてありまして、それを絵に描いたような方でございます。今日は、ね、座っていらっしゃるので背の高さがわからないんですけれどもそうですね、そうです、はい、まあ、私と考えてもでも立つとかなりお高いんですよ、ね、かなりお高いです、ね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。そして魚谷さんは、まあ、団塊の世代より少し下ですよね。5歳、5年下ですね、団塊よりも、ね、はい、はい、私よりも、はい、どんなイメージをお持ちですか、団塊の世代に対して。実はですね、僕は団塊の世代の方々に友人が非常に多いんです。まあ、大変こうお世話になっているといいますかですね、まあ、よく言われる通り日本の戦後のこう経済の発展をね支える、まあど真ん中の世代ということなんですが、僕はずっと消費財のこのマーケティング関係の仕事をしてきた観点から言うと、まさに日本の消費文化、それはファッションであったりとか音楽であったりとかですね、そういったのを本当にこう新しい形を作り上げてこられたのもこの団塊の世代ではないかなと思うんですね。そうですよね、流行に敏感で若者文化っていうのをね、はい、作り上げてきたっていうイメージですが、元若者ね魚谷さんがですね、はい、そのように団塊の世代を見てらっしゃるっていうことはとても興味深いですね、はい、さてそんな魚谷さん、2014年資生堂で役員以外の外部から初めて社長に就任されたということで、まあ、そんな経営者魚谷さんのルーツについて伺っていきたいと思います。まず初めにライオンに入社されたんですよね。そうです、はい、大学出ました後今でいうライオン株式会社、当時ライオン歯磨き株式会社って言ったんです。歯磨きのライオンですよね、はい、確かね、はい、でそれは一番の動機になったのは、それ以前から社内の留学制度がありましてですね、ライオンに、はいはい、まあ、若い世代をこう国際的に育てようというのでアメリカに毎年2人ぐらい留学をするというの会社のプログラムがあったんですね。でも僕は実はその前の学生時代に、本当のまさに団塊の世代だと思うんですけどもの先生と巡り合いまして、まあ、若い方だったんですけどね、当時助教授のその人から、君たちに僕は生きた英語を教えたいとおっしゃって、魚谷さん大学時代から英語がすごく得意だったんですよね、確かこの先生のおかげもあって、あで、はあはあ、受験英語というのをずっと勉強してきてますでしょ、うんうんうん、だからもうこういう英語を勉強してきて、一応僕は英語検定1級っていうのも取れたんですけども、うんうん、本当になんか生活の中でアメリカやイギリスの人たちにこう通じるんだろうかとか、うんうん、ってずっと思ってたもんですから、その先生から君たちに生きた英語を教えたいっていう、この生きた英語という言葉を聞いてもう鳥肌が立って、まあそれから英会学校に行ったりアルバイトしてアメリカに旅行したりとかしてたもんですから、それがずっとあって、まあライオンという会社で海外の留学制度でアメリカに行って勉強したいと、そういう気持ちでまあ実はこの会社に入ったんですね。ちょうど5年目ぐらい、27歳の時に行っていいと社長面接もあってですね、合格を出してもらって、
で2年間、まあ、ニューヨークにあるコロンビア大学のビジネススクールに行ったんですけどね。1981年、はい、日本が真っ盛りの頃。そうです、まさにあのジャパンアズナンバーワンが書かれてすごかったもんですから、僕が最初着いたらいろんな人から、うん、なんで君はアメリカに、ね、ビジネスや経営を勉強に来るんだと、うん、日本の方がすごいじゃないかと、うん、確か先生当時トップ10の時価総額の中に8社日本の企業があったんですね。そうですね、そうです、思い出します、はい、ですからそう言われました。うーん、逆にアメリカの人たちが日本に行って学ぶべきじゃないかってみんな言ってましたけど。うん、はい、そのニューヨークでの留学期間がやはり経営者としてのトレーニングにもなりました。あの 向こうでの授業ってディスカッションばかりですよね。多いですね、ディベートですよね、はい、で一つだけコツをつかんだのは、うん、一番最初に教授がこのケースに関しての問題点は何かから始まるんですよね、いつも。ということはこれを準備していって一番に手を挙げると、うん、で自分のアパート出るときにロッキーのテーマかけて、うん、今日は行くぞと自分をこぶして、はい、自分をこぶして、で教授があのこのケースの企業の問題点は 何かって言われたときにパッと手を挙げる、うん、1秒遅れて、うん、先に挙げる人がいるわけですよね、アメリカの人とか、うんうん、まあ、そういうことの繰り返しの中でやっぱりあの求められているものはまさにですね、多様な意見があると、だから正解は一つではないですね。なるほど、だから僕は僕の経験や思い考え方に基づいてこうではないですかということが他の人たちから見たら違う意見かもしれないので、それがすごく価値になると。だからしっかりと自分の意見をとにかく発信しなければならないということをそこでは学びましたですね。そうするとそれからもうどん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 それが発展してた、はいはい、なる、想像がつきます ね。さあそしてその後外資系の会社などに勤められた後に資生堂へということで、これ入社前から資生堂とはお仕事をされていたということなんですか。はい、私も一番その後のキャリアでコカ・コーラに20年近くいたんですけども、でその社長会長をしましてですね、うん、少し時間ができた時に、うん、日本の企業をもっとこのマーケティングでグローバルに、うん、強い会社になってほしいという気持ちからですね、まあ、いろんな経営者の方々を存じ上げてたのでお手伝いをする仕事をしたんですね、仲間と一緒に、うんうん、でそしたらある日資生堂の社長から連絡があって、資生堂のマーケティングやブランド の改革をしたいというので手伝ってくれと言われて実は行ったんですね。まあ、当時40年の、ね、歴史の会社、まあ、誰もが知ってる資生堂、これのお手伝いできるんだったら大変光栄だと思って、うん、まあ、それはすぐにやらせていただいたんですが、半年ぐらい経った時に、うん、社外取締役の方から、話をしたいというふうに言われましたですね、うん、資生堂のね、はい、それで、まあ、お会いしまして、うん、で僕はなんで社外取締役の方と話すのかな最初分からなかったんですが、うんうん、まあある意味で第三者的に会社に触れて、僕それとそういった顧問の時に本社にずっといるんじゃなくって現場に行くっていうのが僕の主義なんですね。ですから札幌の支社に行って現場の営業の社員とも対話をしたりとか、どういうところに本当に問題があるのかみんなとこう議論をするというようなことを、まあ自分の主義にしてましたので、そういうことについてのいろんな渡辺さんの、この見ている課題を聞きたいと言われまして、で私は別に役員でも何でもないですから、うん、まあ、自分の感じる、まあ、現場と本社がなかなかうまくつながっていないこととか、うん、まあ、そういったことを申し上げたんですね、うんうん、まあ、そうするとその社外取締役の皆さんが、非常に、自分たちが思っている問題点あるいは危機感を持っているところと同じような話だというふうに言われて、でそういう対話が何回か続いたんです、まあ、内部にも候補者いるんだけども、うん、あえてこの強い危機感があるので外部も考えていて、でまあ、まさかと思ったんですけど、あなたに来てもらいたいんだけどもどうだというお話があったんです。それはすごい話ですね。つまり2つあって、はい、1つは大谷さんに白羽の矢が立ったっていうことがすごい、これは当然ながらすごいと思いますけども、社会の方々がサクセッションに関わっていて大谷さんだと、はい、なるほど、はい、でどういうふうに思われたんですか。その場でお受けしますとはとても言えませんでした、うんうんうん、どうされました。こういう時はやっぱり誰かの、意見を聞こうと思って、僕の
その社会人もこういうコカ・コーラ時代からのメンターが、うん、あの日本 IBM の、うん、当時会長されていたんですが椎名さんだったんですね、はい、でご自宅にお伺いして、で椎名さんこういう話があるんですが、うん、いかがでしょうかという話をしたら、うん、もう椎名さんはもう間髪入れずに間髪入れずにウォちゃんって呼ばれてたんですけどね、ウォちゃん、ね、外資系で育ってきた君をこの資生堂の、ね、取締役会が、ね、うん、ぜひって、ね、言ってるのがこれよっぽどの決意だと。いや資生堂といえばね、日本のね、まあね、いわば老舗で宝物みたいな、ね、うん、有名な企業で、この会社が変わるということは、まあ、日本が変わるという象徴みたいになるんじゃないかみたいな話にこう2人で話してるうちに知らなって、うん、もう背中を押していただいたので、うん、そうかと。まあ、本当にうまくいくかどうかは 100% 分かりませんけど、うん、これは、まあ、ちょっと口はばったいですが、資生堂のためにも日本のためにも何か、チャレンジしてみるべきではないかなと思いまして、あのやらせていただきますというお返事をしました。あえて伺うんですが、女房に相談させてください、こういうセリフは出なかったんですか？はい、そういう言い方ではなかったですが、うん、やっぱり家族もちゃんと、うん、あの理解をして応援してくれるようにしたいので、うん、まあ、それはそれでと、うん、なるほど、ちゃんとやりました。ちゃんとやった、はい、で最初は正直なところ割と反対でした。あ、そうですか。コカ・コーラの社長とか会長業って、うん、まあ24時間の仕事なんですよ、うん、そうです、それ時差もありますね、世界中時差もありますしね、うんうん、もう海外の会議もありましたしね、うんうん、まあ結構僕、まあ、疲れ切ってたところがあって、ようやくそういう生活から、解放されたというので、まあ、家族もようやく安心、妻も娘もですね、したところだったんですね。だからまたあの企業 その生活に戻るのかという、その資生堂のトップになるのと、はい、なるほど、はい、まあ、上場会社ですしね、そういったことの、まあ、懸念は多少あったみたいですけど、まあ、最後は俺はやると頑張るかなというので、なるほど、なるほど日本をそして世界を元気にするということですよ ね、 そうですよね。さあ、それではここで資生堂についてシニアの皆さんはどんなイメージを持っているのか伺ってきました。こちらをご覧ください。もう昔からあるので、なんかやっぱり信頼できる化粧品みたいな感じですか。有名だと思います。なんか通ってるんじゃない。あの女房のたまに冷え剃った後使ってますけど、若くて、あの人が使うっていうおしゃれに気使ってる時は資生堂でした。今は高くて使えません。本当に小さくのをこう使えるようなのが欲しいなと思う。使い切れないんですよね、大きな資生堂さんのなんかだと。昔若い時は使い切りましたけど。資生堂は昔から使ってるけどね。今もお使いになられますよ。あの UV のね、うん、安心感あるわね。海外でも人気があるというイメージがありますね。昔から化粧品を使うなら資生堂。学校にも卒業するときに資生堂の方が見えて、お化粧の仕方を教えてくれました。なるほど。ご協力いただいた皆さんありがとうございます。まあ、誰もが知っているブランドであって、そして若い頃使っていた、もしくは今も使っている、そして様々なご要望もありましたが、今ご覧になっていかがですか。はい、私たち今世界で最も信頼される化粧品会社になろうっていうのを掲げてるんですね。今の方々は本当に長い間お使いいただいてて、まさに信頼という言葉が先ほどからね出てきましたけども、これ非常に嬉しい話で、やっぱり今までの資生堂の、まあ、僕より前の方たちがいろんないい仕事してきたことが、こうやってこの世代の方々にね信頼を勝ち得てると。でこれを僕の仕事は世界に広げることだという、うんうん、まあ、使命感でこの10年間取り組んできたんですけども、はい、さて魚谷さんが、まあ、仕事で一番大切にしていること、はい、まあ、経営理念など、はい、それも教えていただきたいんですけれども、はい、僕らはなんかこの自分のこう社長室みたいなところ座ってたりとかしてですね、遠い存在になってはいけないと思ってるんです。でよく社長室のドア開いてるからみんな自由に来ていいよ、来れるわけないですよね。なるほどなるほど。僕が行かなきゃならないですよ。経営者がリーダーが目線を自分が合わせて、で例えば当社ですとね、一番お客様との接点で、日々仕事してくれてるのは店頭にいる例えば美容部員と呼ばれる人たちなんですね。
でこの人たちにはやっぱりもっとこう発言できたり、一緒になってね、会社のために取り組んでいこうと思っておらない、どうすればいいか。もう自分が、やっぱり近い存在になって、いろんな意見が言いやすい、あの心が開くっていうのは大事だと思うんですよ。大谷さんになったら言える、はい、そういう感じですね。ここで重要だと僕は思ってるのは、うん、親父ギャグなんですよ。おお、なるほど。もう一もうちょっと続けてください。例えばどんな？いや、もうあの、うん、話されて、あのこう緊張感あって、うん、でしょ。でなんか最近なんか問題ないのとかって、あの何もありませんみたいな感じが言うんですが、うんうんうん、いや本当はそんなことないんじゃないのっていうのをうまくこう聞き出していって、ちょっと喋ってくれるとそれのダジャレを言うとか。うん、もうこれは僕はあの実は高校時代に僕はあの落語研究会入ってまして。そうなんですか。はい、じゃあ親父ギャグじゃないんだそれは。もともとまあでもやっぱ今は親父ギャグと言われますね、まあ、この世代になりますとね、うんうん、でも人間はこう例えば笑いが起こると心がこう少し、ね、開くじゃないですか、うんうん、そうするといや最近困ってることって何、うん、って言うとまあポツリポツリ、あ実はこういうことがあってちょっと商品サンプルが足りないんですよとかね、やっぱ言ってくれるわけですよ。それはこう心がこう通じ合うとですね、そこに親父ギャグが挟まると、あこの人は話していい人なんだと思ってくれるわけですよね。と思いますね、はい、なるほど。だからこちらが努力しないといけないと思います。あなるほど、すごい、はい、牛島さんどうですか、これから親父ギャグ、いや取り入れてみては勉強します、はい、さあそれではこの後は魚谷さんが後世に残したいもの、これだけは言っておきたいことについてたっぷりお話を伺います。今回は資生堂会長 CEO の魚谷正彦さんをお迎えしています。さてあの実は私の団塊世代の実家の母がですね、ずっと長年資生堂の化粧品を使っていて、あの家族にそこまで時間とお金を化粧品に使ってこれから女優さんにでもなるのなんて笑われているんですが、ただ母に言わせるとスキンケア美の追求はもう死ぬまで一生涯続けるんだということを言っているんですね。でそういった、まあ、団塊世代やシニア世代の、まあ、美や健康への意識というのは、まあ、企業側も非常に注目されているとは思うんですが、今後の戦略教えていただけますか。はい、あのまさに今言われた通り、今の、まあ、シニアと呼ばれている方々、まあ、70代80代あるいは90代の方でも、まあ、人生100年時代ですから、昔に比べればはるかに、まあ、寿命も長いし、長いだけではなくってもっとアクティブなんですね。だから僕らはこれアクティブシニアというふうにまあよく呼んでますけど、はい、人生をやっぱりこう楽しんでいただくために、化粧品は価値を提供できると。それと同時に実はあのこれはあの東洋思想なんですけれども、うんうん、衣食同源、うん、あの食べるものとかそういった体の健康が肌にすごく関係ある。例えばあのお腹の調子がいいと、腸内環境がいいと肌が調子いいと、これ皆さん思ってらっしゃることなんですね。あるいは睡眠がいいとですね、うん、そういった意味で体全体、全体の美、まあ、健康美という言葉が日本にありますけれども、そういった視点での商品やサービスを提供していきたいと。まさにね、体の中から健康に、はい、そしてまた自分らしくというか自分に合ったものを使いたいという気持ちも強いと思うんですが、はい、その通りですので、あの実は言葉としてはパーソナルビューティーウェルネスという言葉を作りまして、この人たちのもともと美のこの感覚というのは皆さん顔の形も状況違うわけですから、そもそもはすごいパーソナルなもんなんですね、化粧そのものは。あのなんですけど、それをさらによりあの明快にするというのは、例えば唾液を使ってDNA の検査ができるという仕組みも今あの提供してます、うんうん、そうしますとその方の、まあ、まさにその DNA 検査によって、持ってらっしゃるいろいろな、まあ、肌の状況とか、うん、体の状況とか、うん、例えばどういうビタミンをもう少し取るべきなのかとか、うん、そこまで全部あのご提供できます。でこれをデジタル化をするとデータ化をして、で、なんとかさんの、のデータはこれで、でこういったような生活あるいは美容をしていただくと、まあ、半年後にはこういうふうに改善されているかとか、こういったことをお客様との関係性の中で、もっとこのデジタルのプラットフォームで展開していくというのも今もうすでに取り組んでます、はあ、美容とデジタルを結びつけて一人一人に合ったものをということなんですね、はい、すごい時代ですね、牛島さん。いや、ところでですね、うん、私一言言いたいんですけどね、はい、あのそんなに年取ったと思ってないんですよね。そう、はい、今
の皆さんそうですよね、もう昔のシニア世代とは全く違うと思うんですよね。ですからね、あのシニア、アクティブシニアと言われて、誠にその通りで、あの本人はそんなに年取ったつもりではないんだけども、でもだからこそ今魚谷さんが言われたようなやり方というのが本当に役に立つのかなと、頼りになるなと思いながら伺ってましたよ。あの私もなんかあの区役所から高齢者のこんなハガキが来てショックを受けた時があるんですがで高齢者とかシニアという言葉ももうちょっといい言葉ないかなってずっと思ってるぐらいなんですよね。なるほど、あのやっぱりいろんな経験積んできて、マチュアになって成熟してるという意味合いですごくあの大事な世代だと思うんですけど、そういった方々の知恵をもっと世の中のために生かしていただくこともこれは必要なので、なんかあのいやもう今まで仕事一生懸命してきたからもうこれからゆっくりするんだって言葉をよく聞くんですけど、これゆっくりしてもらったら困ると思うんですね。その通りですよ、その通り、はい、だからどんどんやっぱり社会と関わりを持っていただいて、まあ、ボランティア NPO いろんな活動もあると思うんですけど、本人のためにならないですよ第一ですよね、ゆっくりしちゃったらと私は思ってるんですよね。先生と同じで、とても自分がそんな世代だと思っておりません。そうなんですよ、はい、年齢はただの数字ですからね、ただの記号だと思ってしまえば、いいことをしてますね。ただの数字、はい、いいですね、それでは最後に魚谷さんは日本のために何を後世に残したいとお考えなのか、色紙に書いていただきました、はい、お見せください、はい、それはこれです。人の力、はい、これはどういうことでしょうか。はい、人の力という意味に言葉に込めた意味合いは、一つは現場の力です。やはりあの先ほど申し上げた、まあ、私がアメリカへ行った頃なんかもそうなんですけども、やっぱり日本の企業の高い品質ですとか、そういったものって本当にあの工場とか、まあ営業とかもそうなんですが、現場の人たちが、この会社を思い、自分のやっぱ持てる力をしっかり発揮しようと、でチームワークがあって、当社の工場なんかでも本当にいただくとものすごく丁寧にその品質を担保しようということで、あのもちろんいろんな IT の機械も入ってるんですが、やっぱりそこに人が関与する分非常に多いんですね。でこれをぜひあのしっかりとこれからもやっぱり持っていかないといけないんじゃないかなと。で2つ目は人の力というのは、多様なリーダーの力ということを言いたいんですね。女性であっても別にリーダーいっぱいいます、当たり前の世界ですね。それから年齢に関係なく、若い人でもいろんなアイデアを持っている方はどんどん出してほしい。国籍も、当社も実は役員は 30% 外国人なんですけども、はい、もう本当にあの資生堂の歴史だとか語らせたら僕らよりもすごい人がいたりするフランス人がいたりするんですけどね、まあ、そういった人たちがやっぱ多様な発想のもとにいろんな違いを認め合って、違った発想ができるというのがこれから大事なんじゃないかなと思うんで、それがイノベーションを生んでいくと僕昔から思ってたんですよ。会社の損益計算書を見ると、あの工場だとか作るときには設備投資っていうじゃないですか、で下の方に行くと人件費になると、これはコストって呼ぶんですよね。結構なんかおかしくありません、おっしゃる通りですよ。人こそがバランスシートにどうして人が出てないのか、そうおっしゃる通りです、はい、で人の力、はい、そういう意味で僕は人の力というのを伺いしていただきました。あの本当に熱い方ですね。情熱やパッションが今日本当に伝わってきました。さらにやっぱりトップはそうでなかったら、はい、人がついてくると私には思えない。そうですよね、はい、ご自分ではなかなか言いにくいかもしれないけど私はそう思います。でも今日お二人のお話聞いていて、その日本、まあ、企業も変わっていかなければ未来はないという、そういう危機感もすごく感じました。お二人から、おっしゃる通りでございます、はい、次回も素敵なゲストをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞ次回もご覧ください。今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。